はいどうもピオキーです。今日もですねトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、パウアユカッコトロールということで、あなたはパウですかと聞かれてるわけですね。そうなんです、僕はパウなんです、パウキングなんです、パウすいません、いつも騒がしくて、騒がしいのが嫌いな方はブラウザバック推奨なんですけど、でもちょっと待って、僕はただ騒がしいだけのやつじゃないんですよ。でね、このコースクリア率が 0.91% しかないんですよ。でコース名がパウアーユーだから、パウがこのコースを攻略する鍵となってるんじゃないでしょうか。キックオフですか、今から始まるっていう感じの合図ですかね、今の。開幕試合終了いや今からが本番だよ。最初にこのサッカーボールを持って B スイッチを押せ、そしたらなかなかやるじゃねえか、暇で用意してきやがって、用意周到すぎるぜ。じゃあここはうわパウを発動させるしかない、これで合ってる、くっそ絶対違う、このドアは絶対違うぞ、どこに連れて行かれるんだ右に行けんのかな、やられてくれる、一旦投げてみよっか、生き返るし、これで進めるみたいな、なるほどそう、はだこの下の隠しブロックはわかんないよ、さすがに上から行こっか、そしてこのまま右に進めるっていう感じだね。うわこのパウブロックすげえ怪しい、怪しいけど叩く以外ないもんね、これで合ってる、そうでしょ、来ました。でここから左に戻るのが正解みたいな、そんなんはないか、さすがに。じゃあこのまま右のドアに進んでいきたいと思います。そしてどうすればいいんだろう、このドクロリフト動くんかな、どうなんだ、あ下に床が見えるよ、はっえ、なに今の、どうやって返してればよかったの、レアだ教えてよ、口をパクパクするんだったら喋ってくれよジャンプして左行く、あ、わかったわかった、ドクロコースターを発動させたらいけないんだね、ここはね一番左の場所のリフトに乗ったらダメなんだよ、なんでここでジャンプして右に行く、これで合ってんじゃないの、そしてブラパを倒す先にちくわ降りてしまった、じゃあここはすぐ上にジャンプしようか、いった、じゃあここのドクロリフト乗った瞬間左押しながらジャンプ、これで抜けれるんだね、あれ戻ってきちゃったもう一回下行ってみようか、もう一回下行ってどうすればいいんだろう、あ左側も行けるね、ここに行って左下のドクロリフト乗れっていう感じかな、このまんま連れてってもらえ、これ上が怪しいな、どうしよう、何もしない、このまんま何もしないが正解、はあ上は罠っぽいと見せかけて上が正解だったみたいな、そんな感じなんじゃないの、ほらやっぱりそういうことか、こっからどうしよう、このリフト罠と思うでしょう、このリフトが正解、頼む、もう引っかからないぞ、乗ってはやるけど引っかからないぞ、こっから右行けば逃げれる、ナイス、ドクロリフトどっか行ってやがんの、じゃあこのまま下行って土管に入ります、土管じゃないドアね、入れる、ね、あこのドクロリフト合ってたんじゃない、そしてドアに入れるみたいな、結局ドクロリフトは作動しなきゃいけないんだね、いやオンオフは作動しなくていいって、じゃあここさドアに入った瞬間オンオフが一回発動したよね、発動させておいて何もしない、いや大丈夫、あれ左行っている、ここら辺なんかあるじゃないの、何もないのか、じゃあ右にジャンプして中間ポイント取ります、そしてこのまま右、はいはいはいいやまあまあ中間ポイントからだからね、こっからもう一回亀の甲羅に乗って押させてくれよ、え、なんでオンオフ変わったんだろう、何もするなってことかな、なるほどこれで進めるっていうことね、でここでちゃんとツタに捕まります、パウ邪魔くせー次はちゃんとパウを捨ててツタに捕まるよ、見てて、はいパウアユじゃあここをどこに入ると見せかけて上に行ってみる、うわ鍵があるな、鍵取っていいのかな、でも気になるんで取ります、あ、なんもない感じか、あの鍵は何の意味があったんだろうね、それじゃあ進んでいきますか、そしてここはうわ見づれーな、ここ右側だって思うけどこっちが正解、そうでしょ、本当にああなんじゃないですか、大丈夫ですか、誰か僕を助けて、助け方が違うじゃあ次は左のオンオフだね、このオンオフしたらさ閉じ込められるけど丸々が降ってきたじゃん、それで下に連れてってもらえる、ナイス、ここでパウを持って腹を倒すっていうわけか、はてはたはいてみる、絶対魚かなんかじゃないの、いや違うね、さあ進んでいきますか、次はどんな感じなんだろう、ここは下に行くのか、はっ
だから僕の勝ちでした。そしてこのままローセルアイドル P スイッチを叩く感じかな。 P スイッチ叩いてみる。そして下に行けばいい。あ、ここでパンを持ってもう一回花を倒せっていう感じね。そしてこのまま右に進んでいいでしょうか。うわ、なんか出してきそう。コインか。じゃあこのまま土管に入っていきますね。ここだけ調子よかったね。全然良くないやんかじゃあここはパンブロックを下に落とせって書いてるで、ね、右に行ったらさ、なんかあるんだよね。砲台にパンブロック当てろってことかな。このパンブロックを下に置いてパックを倒せっていうことだと思うんですよね。そして上に行ってこの砲台にパンを当てろと、そういうことでしょ。ナイスさあ次に行きますか。あ、ここも違う感じですかマジかよ。上のブロックを叩け。それはわかるかじゃあこの白い足場の上にあるブロックのところに行かなきゃいけないんだけど、多分このパワーブロック必要になるよ。この状態で上。なるほど、そういうことか。こっちに道があったのね。魚の道しるべよいしょ。コイン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 。いや、ここで魚出してくるのはうますぎでしょ。もう振ってこないよね。ダブル魚はないよな。それじゃあ先に進んでいきたいと思います。さあここは上を進化。ナイス回避。上気になる。上絶対罠だと思うんだけどな。さあどうなんでしょう。上罠なんですかね。なんもないな。じゃあこのまま左行こうか。でここで亀の甲羅かなんか出てくるんじゃない。そしてこの穴のところになんか出てくると思う。ねえ、ここあ、どういうことですか。取れないよね。あれ、このハテナ何。コイン、これどうにかして、えっ、オッケー。ファイヤーを出してすぐこうする。うわ、ダメだ。なるほどね。ここ夜ステージってことね。もう夜ステージってことが分かればこっちのもんだね。ここで、はい、ここで叩いてちょっと右に行って、ここから左。よっしゃ、来ました。ジャッカマン。よっしゃ、当たっていかなくていいんですかね。デカ状態のままでいいのか。パックに当たらんで、いや大丈夫そうだね。ここで、あれ、やっぱ当たっていかなきゃいけないんじゃないの。いや、上は死にたい球をくれよじゃあここはジャッカマンしてブラッパに2回当たらなきゃいけないんだよ。そしてチビになって土管に入るみたいな、そんな感じだと思うんですよね。ちょっと難しい幅が狭いからさ、めっちゃ難しいんだよね今のとこ。じゃあこのまま右に進みたいと思います。どうしよう、倒していいのかな。この花倒していいのかな。いって花。これさ、ブラッパの後ろにある扉に入ればいいってことかな。ここに入れば、あの中間ポイントの右側に行く。戻す系はやめなさーい。これ左下に行けばよかったってことかな。このパンを持って左下この場所で投げたらいいみたいな、そしたらブラッパ振ってこないみたいな感じかな。なるほど、そういうことね。さあ中間ポイントに取れました。進んでいきましょう。次はどうすればいいんだろう。もう終わったでしょこれ。砲台が出てきたってことはさ、一旦ブーブーじゃないんだよ。右あるよ、こっちが。なんで入ってねえの。もう気持ちは余裕だよ。中間ポイント2ってことは残りはゴールだけだもんね。そしてここはすぐ左行く。砲台が降ってくるもんね。そしてパンを手に入れて、このパンでブラッパ叩いてすぐ上。あれ、砲台降ってこんね。砲台、あ、テレサの上に乗ってんのね。でこのままどうすればいいんだろう。あ、鉄球が落ちてきて、下に行けね。あの土管に入れってことでしょきっと。じゃあここでパンを発動させて、テレサがおると思うけどさ、この裏に土管が隠れてるっていう感じか。さあ行きましょう。ここはどうしよう。何もしないで、何もしないで右に行く。そして土管に入る。よし絶対合ってるよこのドス。動くんじゃないの。動くか。どうなんだ、右に行く。これは右に行くな。一旦このままドスを信用してみようか。信用して上に乗る。これで合ってる。成敗されたでござる。いや、ここ見えたんだよね。溶岩リフトがドスの裏に隠れてるでしょ。なんで一旦ドス避けて溶岩リフトの上に乗る。そしたら上に連れてってくれるみたいな。ナイス。
さあ行きましょう。そして土管に入ればいいのか。ドス何もしてこないでね。よしよしよし、さあ進んでいきましょう。そしてここはどうすれば、はっはっ、右が左、右に逃げます。こっちになってる。くっそ左が正解だったんじゃないの。この音楽は死体級だな。やったぜどういう死体級だろう。一体ここでブランコに乗って上に行けっていう感じだね。これはどういう、え、左のパンを叩けってこと？これ無理じゃない？あ、分かった、これパンブロックを持てばいいんだよきっと。パンブロックを持ったら左上にブラパがいるじゃん。あのブラパがやらせてくれるみたいな、そんな感じじゃないから頼む、もうちょっとブーブーけくっ、よし来た。で、ここで投げることによってナイス久しぶりに楽しませていただきました。じゃあここのどこ入ったら左だね。で、一旦右に行かなきゃファイヤーが出ない、そういう感じで。それは分かりました。ここゴールなんじゃないかな。背景黒いよ、頼む、ゴールあって。どうだ、爆発したらゴールが出るんじゃないのえ、なるほど、そういうことで、あのブロックを壊していけってことか。ってことはファイヤー取って右側に行くのが正解だったのか。ここも集大球でしょ絶対に。これはそういう感じなんじゃないんですか。なるほど、どんどんパンを崩して砲台を出せっていう感じか。これはまあそんなに難しくないね。間をジャンプすればいいだけだもんね。ぬるいぜこんくらい。さあ残り1個叩いていきますか、このタイミング。よし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 、なんで、はっ、いや、これ合ってたんじゃない、こっちで。頼む、ゴール合って、よし、って書いてる。やめてよ頼む、やめて、やめて変わって、入れ替わってよ、頼むってまさか右に行くなんて思っておきなかったな。じゃあここでファイヤー取ってこのブロックの上を行けばよかったのか。さあ進んでいきましょう。こっから先ゴールがあってくれると助かるんだけど、一旦地味のまんま行こっか。どうなんだろうね、これやっぱりファイヤーがいるみたいな、そんな感じなんじゃないかな。いや、まだまだゴールは遠そう。じゃあパウ叩いて右でダッシュ、これでいいんじゃないの。何が起きたんだここ何が起きたんだろうね。パンは発動してよかったよね。パンは発動してここの上に行ったらなんかバネがさあったんだよね。これジャンプして避けてみる。そしてここのパンを叩いていいのかな。叩いて右ダッシュする。それでなんでそうなんの。だから、はっ、えゴールやまさかのゴールだったよ。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、フォレストサイドホールということで、森の横の穴っていう意味かな。サムネを見る感じじゃ確かに横にね、穴が1個あるだけなんですよ。そして注目してほしいところはクリア率が 0.16% しかないんですよ。3000回以上チャレンジしてるのにこのクリア率、マジで鬼畜だと思うんですよね。だがしかし、僕はそんなの関係ありません。自称一発マリオ名人としてこのコースをクリアしていきたいと思います。というわけで早速やっていきましょう。いや、やっぱゴール条件あるのか。一回地面から離れたら着地しないでゴールね。とりあえずさ、このレールに乗ってジャンプしてみていい？ジャンプ、わかった。なるほどね、もう今の1回でわかったよ。ここでさ、ジャンプするじゃん。そしてクリボを踏んでこの針とパックンの間を抜けてゴールしろっていう感じだろうね。うわ、セーフね、ここいけんのかな。ちょっと普通に行ってみていい？シャ、いや絶対ぶつけよこれ。シャガシャンで行ってみようか。シャガシャンだったらさ、当たり判定少なくなるでしょ。いや、 やっぱ狭いね。あの間くぐり抜けるのがめっちゃきつそう。っていうかさ、今どっちにやられた？針に当たったような気がしない？どっちなんだいや待って、マジわかんない。どっちでやられるかでやり方が変わってくると思うんだよね。それを調べてみる。あ、やっぱありだよ、絶対あり。これということは右押しっぱでクリアできるコースじゃないと思うんですよ。クリボーを踏んだ瞬間一瞬だけ左押して減速させてみる。来たよこれはこれを何回かすればゴールできるっていう感じだと思うんですよ。行ってきます。はだいや、そんな簡単には行くわけないよね。そしてゴールポールのところもブラパがいるんだよね。あのブラパを越えなきゃいけないってことでしょ。結構高
さあるけど、いけんのかな。皆さん、これ30分ぐらいしてるんですけど、一向にクリアできる気がしません。待てへんねー。逃げちゃダメだ、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 逃げたい。お前はエヴァンゲリオンに乗る資格はない。そんなことはないよ、お父さん。僕だってやればできるんだ。てぃ。いや、これ本当にシビアだよ。クリボを踏んだ後のジャンプ調整がさ。えっ、いや、本当に難しかった、このコツ。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。